ることない、しょうがないじゃん、やることないんだよな。どこ行ったって電話してくるしさ、どこ行ったって電話されるし、やることないよそれは。もう行くとこないでしょだって。あーゆうさん10バーザス、有料10バーザス、そりゃそうだよ。だってどこ行ったって電話されんだからさ。いやてか俺ぐらいだと思うよ、なんかあんな桜写しただけで許可取ってんのかってかいうやつさ。ほんとね、俺のアンチって異常なんですよ。あのさ、他の配信者なんてさ、多分あんな配信してもいちいち許可取ったのかとか言ってくるやついないと思うよ。まあ、店の中とかだったらまだわかるんだけど、店の中とかだったら許可取ったのかって言うの分かるんだけど、あんなさ誰でもさあんてさ桜咲いてさみんな動画撮ってさ、あんなところで許可取ったのかとかいうやつなかなかいないと思うわ、さすがに。さすがにちょっと重箱の隅をつつきすぎっていうか、なんて言うんだろう、もうただの荒探しじゃん本当に。本当ただの荒探しだからね。本当に。いや逆に電話してるやつが迷惑だよね。あんぐらいでさ、じゃあ例えば警察呼びますとかってさ、警察が迷惑だわ。警察って一回電話しないとさ、あ、電話来たら通報あったら一応確認しない、行かなきゃいけないっていうそういう義務みたいなものがあるから、逆に迷惑だよ、あんなの。逆に電話してるやつが迷惑だから、ただの。そんなゴミみたいな通報で毎回毎回行かなきゃいけないんだからさ。本当に。他の配信者なんかさ、いくらでもやってんのに、それだけはもう見て見ぬふりするからね。本当に警察を呼ばなきゃいけないレベルだったら、他の人たちは見て見ぬふりしてるわけだから。それってだから正当な通報じゃないっていうのを証明しちゃってるんだよ。いや、見てないんだろ、他をって。いや、それはもうただの、あれですよ。言いがかりですよ。言いがかりっていうか、苦しいよ。明らかにだってさ、ね、例えばだけど、ね、前も言ったけど、俺、例えば旅部出たじゃん、あの、ニコニコの。で、あれ、緑さんとかいるとさ、電話してこないもん。旅部だって、あれ、例えば、この前の旅部だって、途中パーキングエリアとか寄ったのよ。あの、まあ、なんか、滝行とかなんかいろいろ行ったんだけど、途中パーキングエリアとかいろいろ行ってんだけど、あんなだってパーキングエリア内とか配信してたけど、パーキングエリアの店とか入ってるとこあるじゃん。あの、パーキングエリアのなんていうの、施設内っていうか、あそこでも全部、あれな、許可取ってないからね。滝行は取ってたけど、滝行とかはあらかじめ取ってたけど、まあ、見てた人はわかると思うけど、あのパーキングエリアなんて、あ、じゃあちょっとパーキングエリア寄ろっかって、なんかそういう流れで、で、一切許可とか取ってないのに、そういうのはもう電話してこないからね。で、俺のことそんだけ監視してるんだから、まあ、絶対旅部を見てたと思うのよ。絶対旅部を見てたと思うのよ。でも、そういう時だけ緑さんとかいるともうしてこないから。ダサいよね、さすがにね。それで見てないは苦しいかな、さすがに。だって俺のニコ生とかも全部見てるくせに。俺、なんか旅部とか出た時だけ見てないふりってのはさすがに苦しいんじゃないですかね。アイテム枠切れてるか、俺の配信、なんか、俺のネタに配信しないでほしいですよね。こっちのセリフなんですけどね。俺なんかさ、散々ボロカス言われたね、名誉毀損とか侮辱とかされてんだから、こっちのセリフなんだよね。俺の名前出して配信しないでくださいっていう。それに従えって感じだよね。アイテム切るどうのこうのっていう。そんなくだらないことに従わないの前に、お前がまず、俺の名前を出して配信するなっていう。こっちのがめっちゃ正当な主張ですよ。
よいしょ。うん。まあ、くだらないっすよね。まあ、そんなこんなで帰ってきちゃいましたけどね。もうやることないんすよね。やることないんすけど帰ってきちゃった。うん。何売名やめろって。いや、逆だろ。いや、俺もうあのおっさんにね、俺にああだこうだやってこなきゃ全く興味ないんすよ。だから、相手がまず俺の名前とか出さないで配信してください。そしたら別にあのおっさんに何の興味もないんで。うん。全く興味ないんでね、俺。二度と配信で名前とか出すこともないし。うん。だから相手もね、出さないでほしいっすよね。そしたら僕なんか一生出さないっすよ。興味ねえし。うん。うん。よいしょ。はぁ、疲れた。興味ないのに毎日見てるの見てません。普段見てないよ。もう、同じことループしつこいな。俺全く見てなかったよね。俺ほんとガチで見てないんだけど、俺の囲いの人とかが報告してくんのよ。こうこうこう言ってたよとか。で、まあ、それでね、刑事告訴とかしたかったから、それでなんかもういやいや見たの。もう不快でしかないから見たくないのよ。だって刑事告訴するにもその証拠集めたりとかさ、なんかそういうのしないとだから見なきゃいけないじゃん。で、俺見るのほんと嫌だったんだけど。そう。でも今は全くもう見てないですよ。もうちょっともう不快だし。てか毎日見てんのどっちだよって話だよ。毎日見てんのお前らだろ。あのおっさん含め。毎日見てんのてめえらやん。てかそもそも俺の配信常に見てないと、そんなね、俺のことネタにもう電話もできないよ。何言ってんのって話だよ。お前らだろって話だよ。毎日見てんのはどっちだって話ですよね。バカじゃないのマジで。まあ、てな感じですね。はい。どうしよう、もうやることないっすけどね。3月計画。ああ、そういえば、なんか、あれですね。なんか、3月になんか俺に怒るとかなんとか言ってたらしいですけど、もう4月になっちゃいましたけど。ちなみに3月何も起きてないっすよ。てかさ、そもそもさ、もういい加減そういうのやめた方がいいよ。アンチは、藁にもすがる思いで。アンチだってもう嘘だって大体わかってると思うんですよ。だってそもそも去年の6月に何か起こるとか言ってたらしいですけど、もうだって1年ぐらい過ぎてますよ。1年は過ぎてないけど、1年近く経ってますよ。もうだって今日4月でしょ、今もう。もう10ヶ月です。もう約1年近く経ってますよ。嘘ばっかじゃないですか。6月に何か起こります。起こりません。3月何か起こります。起こりません。っていうことはどういうことかっていうと、僕の配信のせいで亡くなったって人も嘘なんですよ。だってそんだけ嘘言う人なんだから、なんで、そんだけ嘘ばっかついてる人の、なんでそこのピンポイントでそこだけ信じられるのっていう。そもそも俺の配信で亡くなるやつなんて、そんなやついねえから。どんなやつだよ、それ。俺の配信のせいで死んだとか、しかも、ただのもうなんだそんなの。そんなさ、どんなだよマジで。あ、あだす。なんか有料のやつあだす。俺しかも別にさ、全く知らんからね。誰が死んだんだよ。バカじゃねえのマジで。俺別にその人に何もしてないんですけど。そもそもその人知らないんですけど。名前も顔も声も何も知らないんですけど。バカじゃねえのマジで。だってそんなんもう何でもありだかんね。
じゃあ、例えば、ね、あのおっさんに俺が粘着されてて、俺の囲いがなくなりましたって言ったら、それ新人のって話で。うん。いや、だって俺の囲いの人からしたら相当うざいと思うよ。だって明らかに理不尽にさ、攻撃してるじゃん、俺に対して。で、俺のことをね、好きだっていう人もいるわけですよ、リスナーで。うん。で、そのリスナーが、ね、あまりにも慎吾さんが、僕の大好きな、私の好きな慎吾さんが理不尽に攻撃されてるから、もう耐えられなくて死にましたとかって、じゃあそれ信じんのかって。それで責任取れとか言ったら信じんのお前。めちゃめちゃやろ。うん。そんなん言ったもん勝ちじゃん、そんなんただの。言ったもん勝ちだろ。うん。そんな適当に言ったものが全部真実として捉えてやばない。うん。うん。しかも一緒にじゃあ警察行きましょうって言ったら逃げたからね。うん。一緒に警察行きましょうって言ったら逃げましたからね。それが全てだよ。